暴力団の存在しない明るく住みよい東京を作ろうとおよそ2000人が日比谷公会堂に集まり暴力団根絶の決意を新たにしました。この大会は石原知事が理事長を務める暴力団追放運動推進都民センターが暴力団を恐れない金を出さない利用しないの暴力団追放三内運動の浸透を図るために行われたものです。都民の平穏な生活を脅かし経済社会の健全性を歪める暴力団を根絶するためには暴力団を恐れない暴力団に金を出さない暴力団を利用しないという暴力団追放三内運動をさらに推進し警察と皆様方が一体となって暴力団追放運動を恒常的に推進していくことが必要不可欠であると考えております。米村警視総監は大会の冒頭このように述べ暴力団追放運動の必要性を強く訴えました。また会場では長年暴力団追放運動の活動をしてきた功労者8人と6つの団体の表彰も行われ参加者から大きな拍手が送られていました。